はい、今日はですね、レクサスオーターに、来ております。で、新しい LS ですね、50系後期の LS がもう1台ありましたんで、チェックしてみたいなと思います。サイドはメッキがここにあって、ハイブリッドですね、もうね。パールのボディだと、後期のこのスモークがかったテールが目立ちますね。シートがホワイトレザーですね。また F スポーツとはガラッと雰囲気を変えてきてますね。天井部分も白基調のアルカンタ張りですかね。白と黒のコンビネーションですね。割合的には、まあ、印象はまあ白のがこう明るく見えるんで、白が多いような印象ですね。シートはやっぱりね、F スポーツはまた違ってラグジュアリー感の高いデザインになってますよね。このウッドが、ね、独特ですよね、これね。肌触りがザラザラした部分とツヤツヤな部分とある感じですね。ステアリングの形状も全然違いますね。ウッドとレザーのコンビになってますね。でナビは後期なんで手前に張り出してる感じですね。ハイブリッドなんで静かですね。あ、エンジンかかりました。ETC カードが挿入されていません。で、デジタルインナーミラーついてますね。サングラス入れ、サングラス入れの中もこう肌触りがいい材質ですかね。貼ってありますね。スウェードになってますね。これ同じですかね。 F スポーツ共通かなと思います。エンジンかかってると、まあ、V6 サウンドはね、車内にこう結構聞こえてきますね。白基調だとこう車内がこう明るい印象になりますよね、やっぱね。もう独特この部分が選べたりするんだと思うんですけどね。はい、ドアはやや重めって感じですかね。はい、後席をチェックしてみましょう。鉱石の方が白の量が多いんで、前の席ってインパネが黒なんで、やっぱり鉱石の方がゴージャス感を増しますよね。で、オットもシートもついてるようなんで、
そして、前席でもねお話ししたこのパネルの部分がおそらくはオプションじゃないかと思われます。でマークレビンソンオーディオがついてると。で革でここもソフト素材ですね。 F スポーツと同じですよね。ここはソフト、柔らかいです非常に。はい、車内入ってみました。前の席のこの黒が多い感じとこの後ろで見る雰囲気、明るさが違いますね。後ろの方が非常に明るく感じますね。で天井にもマーク・レヴィンソンのスピーカーがあって、この辺りは同じですかね。 F スポーツにはなかったのがこのエアコンの吹き出し口ですかね。ここはハンガー同じですね。あとシェードがありますね。でこの辺りのコントロールパネルも液晶であってという、ここもウッドですね。こちらが小物入れになっているとちょっとこれですかね。やはり後席の視界はかなり良好ですね。座面がやっぱり高いんで後ろからの眺めがいいですね。
Thank you.